ると、どんぶらこどんぶらこ、と桃が流れてきました。おばあさんはその桃を持ち帰りました。持ち帰った桃を切ると、桃の中から元気な男の子が出てきました。子供がいなかった二人は喜んで、桃から生まれた男の子に桃太郎と名付け、大切に育てました。桃太郎はすくすく育っていきました。そしてある日、僕、亀ヶ島に行って、悪い亀を退治します、と桃太郎は言いました。おばあさんに爆弾を作ってもらい、亀ヶ島へ向かいました。途中、犬に出会いました。亀ヶ島へ、亀退治に行くんだ。犬は爆弾をもらい、桃太郎のお供になりました。そして、今度は猿に出会いました。亀ヶ島へ、亀退治に行くんだ。猿は爆弾をもらい、桃太郎のお供になりました。そして今度は、キジに出会いました。そこのお前、どこへ行く？亀ヶ島へ、亀退治に行くんだ。何かくれれば連れて行こう。キジは爆弾をもらいました。こうして、犬、猿、キジ、お仲間にした桃太郎は、犬と亀ヶ島に向かいました。亀ヶ島に到着しました。ついに亀たちとの戦いです。みんな、戦え。盗まれた宝を村に持ち帰りました。おじいさんと